一世の息子。オスマン帝国の空位時代にバルカン半島に根を張った。スレーマンは1377年にバヤジと一世の息子として生まれた。彼は十字軍相手にニコポリスの戦い、そしてティムール相手のアンカラの戦いに従軍した。しかし、アンカラの戦いでオスマン側が敗北すると、大最小のチャンダルル・アリパシャラと共に戦線を離脱して、 バルカン半島へと逃亡した。1403年、ビザンツ帝国とガリポリ条約を締結した。内容は、ビザンツ側に、マルマラ海沿岸地域を割譲すること、その見返りに、ビザンツ側はスレイマンを支援すること、などだった。その後スレイマンは、エディルネデスルタンであると宣言した。しかし、帝国のアナトリア側では、弟のイーサーと、 メフメトらが勢力を確立していた。イーサーは、間もなく、メフメトに敗れて、領土を失っている。メフメトの対等を恐れたスレイマンはイーサーを、擁立して、アナトリア方面を攻撃し、ブルサを占領した。そのまま勢いに乗って、アンカラへと進軍するがそれ以上は進めず、ブルサへ戻った。しかし、これはメフメトに対して、隙を与えることとなった。 メフメトはもう一人の兄弟のムーサー・チェレビーをバルカン半島へと送り込んだ。ムーサーは、ワラキアを通じて、バルカンへ進行、ビザンツ帝国の支援を受けたスレイマンとメフメトセルビア、ワラキアらの支援を受けたムーサーらの戦争となった。当初、ムーサーが有利に戦いを進めており、一時は首都のエディルネを失った。ただし、 スレイマンはセルビアに対して寝返り工作をさており、この工作は成功し、コスミディオンの戦いでムーサーらに対して勝利し、エディルネを奪還することに成功した。しかし、この戦いの後のスレイマンは酒を溺れてしまい、政治にも無関心になった。これにより多くの者がスレイマンに失望し、1411年にムーサーが再びエディルネへ侵攻してきた時は誰もが、 スレイマンに見切りをつけた。スレイマンはビザンツ帝国へと逃亡しようとしたが、その途中で殺害された。息子娘、ありがとうございます。